皆さんおはようございます。エスパー先生から君たちに提言したいことがあります。今ゲームとか携帯が普及してて外であんまり遊ばなかったりするからね、それを心配しております。これ、おーしん、はい、食べます。うーち、うーあーわあーあーだるまさんが転んだ。つまりライバルがいるってこと。これは相当難しいね。はい。